それでは次のコーナー参りましょう。ネットミーム、あの人はイマジンロー。どうしたどうした、なんかびっくりした。なんかのイベントの企画の続きかなっていう感じの入りをしてみただけ急に大きい声でなんかがなり出したから何も頭入ってこなかった。あのステージの上でマイク持ってる手で喋ってたから。なんでえ、もう一回ゆっくり丁寧に教えて。それでは次のコーナーに参りましょう。ネットミーム、あの人は今人狼。ネットミーム、あの人は今人狼。はい、今回も人狼考えてきました。あー、今回は先輩が企画。はい、かなりまともな人狼です。あー、そう。うん、もう俺らもさ、相当なジジイだからさ、やっぱ未来のことなんか考えたくないじゃん、はい、ずっと過去のことを振り返ってあの頃の思い出に浸ってる。全然そんなことはないですよ。それだけで一日をやり過ごしたいじゃん。全然そんなことない。まだその境地には至れてないよ俺。そんなジジイの七子さんにぴったりの人狼を用意してきましたんで。まだピンとこないけども、なんかいろんなネットミームの人狼なんかね。そうなんです。七子さん、まあ相当な数のネットミームに触れてきた人生なんじゃないですか。まあそうかも。結構2ちゃんとかまとめとかよく見るから、うん、あ、じゃあこれちょっと簡単すぎるかもな。物売ってレベルじゃねえぞとか。お、そう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 とかね。過去のそういうちょっと話題になったネットミームね、うん、インターネット上で話題になった事象。はいはいはい、バキバキ童貞ですね。ああ、そう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 。はいはいはい、結構前に話題になったけど、うん、その後どうなったんだろうみたいな、っていうのまでは全て把握してないんじゃないですか、七子さんといえど。そらそうですよ、わかんない。これから9つの9個のネットミームを発表するんですが、はい、そのネットミームがその後どうなったかをお伝えします。その後どうなったか、はい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 。ただその9つのその後どうなったかのうち2つだけ俺が適当に考えたその後が入っているので、それを見破ってくださいと。なるほど。はい、七子さんはそれを見つけられないとバキバキ童貞になってしまいます。いやいやいや、なれんの今から。今からあれって後からなれるもんじゃなくない。別にてか今なれるならなりたいよな。なんかバキあんなに成功してる方にね。とりあえずじゃあ今から早速紹介していきたいと思います。わかりました。これでも一人目聞かないとどういうことかまだよくわかんない。そうね、とりあえずじゃあ見てもらいましょう。はい、まずはこちらです。うわー、富山浩一だ。懐かしいでしょこれ。政見放送だっけ。はい、2007年の東京都知事選の政見放送ね。で、中指立ったでおなじみのね。そう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 。この人から全てが始まってるからね。今に面々と連なる。いや、まあでもそうかもしんない。まあ選挙を使って、まあ悪い言い方したら、こう有名になろうみたいな、売名じゃないけど。そう、政見放送売名人、ね。売名人狼ってこと。売名人狼は。この政見放送の売名行為は本当にあったかなかったかみたいな。新しいの、ジョーカー議員。新しいの追いついちゃった。脱ぎ出すみたいな。ごめん。それは別で。それは別で。それは別で。はい。はいはいはい。まあ、いましたね。はい。あの、こいつさん。もう10年以上前の富山浩一さんです。うん、まあ、この人は。こんな、澄んだ目してたっけ。キラキラな目。思ったよりも真っ直ぐな目してたんだね。この人以降、住んでない目の人がいっぱい出てきたから、この人が相対的に住んでるように見えてしまった。中指ばっかり今まで目がいってたけど、よく見たら目がすごい綺麗ね。はい、スクラップ&スクラップとか、はい、壊すっていうのもこの人が言い始めたね。はいはいはい、はい、東京都とかこの国をとか。はい、この人の今をお伝えしますね。はいはい。まあ当時、東京都知事選こうやって有名な政見放送出しましたが、今何やってんだろう。その人は今、はい、政治活動を継続。はい、この間7月7日にあった都知事選に関する取材などにも答えており、うん、はい、今なお政治活動を精力的に行っていると。あー、なるほどね。はい、まあ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 、ありそう。ありそうというか、普通はそうなりそう。はい、これ全然人狼で本当は捕まってるとかも全然ありえるってことだよね、うん、そうですね。もうその後何も政治活動せずに、例えば仏門に入ったとか可能性もあるし、うん、ラーメン屋始めたとか全然ありえる。あるってことだよね。全然ありえます。ああ、なるほど、わかりました。芸人になった YouTuber になったとかっていうのはあります、はいはいはい、とりあえず俺が見つけた最新の情報はあの人でございます。続いてはこちらです。これは知ってるから。いやいやいや、それは知ってるよ。チャリで来た。チャリで来た、これは知ってるよ、はい、これは超有名な、うん、まあ、ネットミームですよね、はいはいはい、プリクラで、うん、このみんなこれでポーズ撮ったんだから、あの当時はね。みんなチャリで来たを撮ったんだから、真似して何々で来たとかね。この人たちのうちの一人の話なんですけれども、あの人は今ということで、はいはい、4人のうちの一人が、はい、チャリで来たのうちの4人のうちの一人は、うん、今都内で飲食店を経営、うん、
恋愛リアリティショーやバラエティ番組などにも出演。へえ、そうなんだ。まあ、そうなんだって言いつつ全くの嘘の可能性あるかもね。この人こそ暴走族になって捕まったとかの可能性もあるから。じゃあ多分動画にできないと思う。いや、だとしたら俺はするぜ。しないでください。俺はするぜ。しないでください。しないでください。まあ、でもね、この4人がなんか、うん、久々に集まってなんかプリクラ撮ったみたいなやつは見た記憶があるんだよ。あ、2024年版のチャリで来たツイッターだったからね。未だにみんなチャリで集まんのかな。うん、なんかこの人結構白い気がする。はいはい。だから消息不明になってないはずこの人は。うんうんうん。続いてはこちらです。はい、ああ、もう、はいはい、もうネットミームといえばみたいな、ネットミームティアワン。そんなところにティアつけんなよ。はい、モノウルってレベルじゃねえぞ。モノウルっていうレベルじゃねえぞ。はい、プレステ3が発売した時に、まあ、大混乱で、まあ、その時の騒動なんです、ね。いや、この人なんて現在追えないでしょ。さあどうなんでしょうね。いや、わかる。これ人狼でしょ。だからこんな別にもうモノウルってレベルじゃねえぞおじさんみたいなものが、うん、未だに活動とかできるわけないんだから。あ、たまたま取材で出てきただけなんだから。その人は今なんですけれども、はい、2015年に、うん、あの人は今じゃないけどちょっと珍しい人をこう連れてくるようなテレビ番組に出演。あ、まあそれはありそうね。当時購入した PS3 を持参した。あ、すいません、この人の情報が2015年が最後です。そこで止まってんの？そこで止まってます。その後はさすがにちょっと一気に白くなったな。続いてはこれちょっとね、Z 世代とかはピンとこないかもしれないけど、まあ7個は知ってるでしょう。続いてのネットミーム、はい、こちらです。え、知らない。あれ、あ、そう。あ、意外。あれ、7個これ通ってない。これ知らないの。あ、本当に。これドメインガールって言って、うん、このページは存在しませんの、うん、ページに出てくる女性ということで。へえ、これ知らない。あ、本当に？うん、これま、90年代とかのネットミームかな。うん、うん。ページ存在しないんかいっていう、必ずこの女性が出てきたから、まあちょっと嫌われてるというか、はいはいはい、探してたページがこの人になってるみたいな、うん、ちょっとピンとこないかもしれないけど、この人が今っていう情報ですね。この写真を撮った写真家が、うん、自分の妹だと公表して、はいはいはい、その後なんですけれども、料理人と結婚してアメリカのカンザスシティで暮らしてますよと。いつ？これはですね、これもでもかなり古い情報ですね。2011年頃の。いや、もうあの人は今ってやられたらもうもうちょっとさ、もうちょっと最近こんなホットな、なんかこう、情報がある人だけにしてよ。え、2010年代って最近の国じゃない？最近じゃないよ、もう10年以上前はもう、一昔前やん。俺もう昔って言うと90年代ぐらいで、2010年代って俺もうまだ最近の、ダメダメ。この間のつもりで言ってるんだけど。あの人のだいぶ前はみたいな感じ。あの人は今っていうので今のちゃんと取材してきてくんないと。ちょっと俺の今の定義がちょっと広すぎたのかもしれない。比較として。ただね、これ俺今日3時間取材したけど2011年以降出てきませんでした。いや、怖いわ逆に。だからもう触れちゃいけない存在になってるのかもしれない。まあ、とりあえず2011年は料理人と結婚してカンザスシティで幸せに暮らしてたのね、うん、ただまあアメリカだからな、離婚率結構高いからちょっと最新情報は分かりません。幸せであってほしいよ。じゃあ続いてはですね、はい、これもティア1かも、うん、これティア0かも分かんない。え、待って待って待って、あー、働いたら負けかなと思ってるくんだ、はい、この方、うん、もうこれティア1ティア0でしょ。これはもう めっちゃ気になる。どうなってんのこの人なんですけれども、働いた、その後、はい、2011年にニコ生に出演。おー、あの出演当時就職活動中だった。はいはいはい。で、その他近況の他、うん、あの働いたら負けかなと思ってる、思ってる、あの名言が実は引用したものということを言ったりなど、うん、当時の裏側を語る。ただ2011年以降はあったりとしだから何やねん。もう調べてこいや。これもね、本気出して、これもね3時間調べたんだけど、3時間だから足りてないんよ。ただ2011年ニコ生出演したでしょ。だからニコ生に問い合わせようと思ったのよ、うん、だけど角川さん今ちょっとバタバタしてるから迷惑かな。もう本気でやるなら俺は角川さんに取材しようか、それか、ロシアの人が流出させた、あそこの情報を行こうか。行っちゃダメだよ、あれ。ダメでしょ？行ったらダメよ。だから、取材。あれ、行った人が今、裁判でこう、いろいろね、それはもう訴訟するって言ってるんだから。そう、だから、ちょっと、これ以上の取材は危ないと思って自主規制した。もうちょっと、取材線引かれるから。やり方じゃないか。就職活動の結果が知りたいのに。いや、でしょ？
いやもう俺も本気のジャーナリストだったらやってます。ただまあ7個チャンネルだし、そこまでなめんなマジで、7個7個チャンネルだし、そこまで取材頑張んなくてもいいかなみたいな。マジで。でもニコ生には出たんだよ、ちゃんと名前もハンドルネームみたいなのを出して、はいはい、出しそうでも当時のニコ生はなんか。じゃあ続いていきますよ。はい、こちらです。ああ、私は別特にどこでもいいです。はい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 、男性専用車両のね、うん、女性専用車両。ああ、ごめん。あんま聞いたことない、男性専用車両。ムンムンの。エロゲだけじゃない、その。そこに入ってくる女性。ゴールデンカムイみたいな。全脱いでんじゃねえか、なぜか知んないけど。電車の真ん中でラッコ鍋をみんなで食べるために。なんか熱くなってきたな、つって。ムキムキの奴らが服脱ぎ出して。女性専用車両、ね。女性専用車両で。はいはいはい。私は特にどこでもいいです。はいはい、ね。これはですね、めちゃめちゃ最新情報です。はい、もう現在です。VR アーティストとして国内外で活躍。VR アーティスト、はい、メタバースや Web3.0 などに関して、うん、経済産業省や内閣府にも、まあ、アドバイザーというか、関わってお仕事をやっていると、うん、これ白ですね。ほう、あ、これちょっと若干聞いたことあったりする。この女性ね、うん、まあ、VR アーティストなのかどうかまではあんまり詳しくはないんだけど、ほうほう、うん、本当に最近のバキドーチャンネルに出演してたから、あー、ネットミームあの人は今、あ、最近の情報は仕入れられるはずなんだよ、ね、なるほどなるほど。でもその情報が最近かどうか精査っていうのはどうでしょうね。この人最新情報ありますよ。じゃあ続いていきましょう。はい、こちらです。あー、千葉吉兆のおかみだ。左のおかみの方でございます。うわー、懐かしい。え、隣って橋本徹似てるけど。これ息子さんじゃなかったな。ささやかれてた大将。あの大阪都知事選の時にささやきに来たのかと思った。すげえ似てる。そんな政治の政治の中枢にも公約守るって言いなさいとか。そんな初歩中の初歩みたいな。献金はないって言いなさいとか。頭が真っ白でした。万博盛り上げるって言いなさいって言いなさい。脈脈って名前つけなさい。あいつがつけたわけ。この方ですね、はい、今政治アドバイザー。それはもう真っ黒なんですけれども、この人のじゃあ現在の本当の話かもしれない、はい、その後なんですが、はい、千葉吉兆廃業後、うん、大阪で小料理屋を経営、今でもお店に立っていると。この辺狼仕込めやすそうだな。千葉吉兆、うん、廃業したっけ、してなくない？まあその辺もちょっとね思い出していただきたい。吉兆ってまだあるんじゃない？そんなことないのかな。どうでしょうね。いや、なんかちょっとまた新しいこと始めたいとか言って言って、ほう、ケバブ屋とかやってんじゃない？新しすぎるだろ。あの回る肉そいでんのか、あの神が。そぎなさい。そぎ、自分でそげ。お前が始めたんだからお前がそげよ。肉そぎなさい。また息子にそがせて。秋葉でケバブ屋さんやってるかもしんない。そがせおかみになって。そがせおかみ。結構いるね、ネットミームのユウたちが。でしょ、はい、まだまだいますよ。続いてはこちらです。あお前もお前もそうなっちゃってどうする。みんなみんな言うてみんなそんな名言だったっけ。そんなじゃなかったっけ。みんなみんな言うてだったっけ。みんなみんな言うてきて。野々村議員ね、はい、野々村龍太郎議員、ね、この時期の議員さんとかちょっとまだ可愛げがあったね。あ ー, あーなんていうか悪意ないというか、まあ、石丸公文はちょっといじりづらいもんね。ちょっと怖いというか、ちょっと怖、怒られそうだもんね。野々村議員はちょっとこれはもういじりしろしかないというか。はいはいはい、今何してんのかね、はい、野々村議員、まあ、これ比較的新しい方ですよね、ミームになったの。この人は今です、音声配信アプリ上で、うん、恋愛テクニックや名探偵コナンなどのアニメについて熱く語るネットラジオを開始。政治は？政治に関してはもう一切ノータッチで。あ、そうなんだ、はい、これどうなんだ。うわ、でもリアリティあるな。リアリティある。野々村さんやってそう。やってそうじゃない、わかんないけど。でも逆にこれが狼で今はめちゃめちゃバリバリ官僚とかになってる可能性もあるわけか。まあその可能性もあるよね。続いて最後になります。はい、これはね、まあ、人というかものですかね。これ分かりますか。東原アッキーさんっての聞いたことがある気がするけど、うん、でもネットミームはあんまピンとこないね。これね、デスブログです。
なんか聞いたことあると思ったら、そうだ。まあ、モデルとかタレントのね、東原なんで聞いたことあると思ったら、デスブログ人狼やってくれっていろんなコメントで見かけたからさ、俺。あ、そうなの、そうなの。これ本当に起きたデスブログかどうかみたいな。ああ、なるほどね。たまたま被っちゃったけど、そのデスブログ、はいはいはい、東原ですがっていう、はいはいはい、ね。まあ、その後。というか、まあ、現在なんですけれども、はい、2022年、お子さんの状況や、自身が表紙になった雑誌のお知らせの投稿を最後に、うん、更新が途絶える。いや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 、なんでちょっと、なんでちょっと物々しい言い方すんの?2022 年の投稿を最後に、更新が途絶える。いや、だからなんで物々しい言い方すんの、これは本当かどうかという。本当っぽい。そんな。はい、以上、9で揃いましたね。はい、まあ楽しく聞かせてもらったけど、この中に2個嘘今があるんでしょ、はい、チャリで来たは白っぽいよな。この辺の2010年代で情報が止まってる人たちをどう捉えるか、はいはい、で私は特にどこでもいいですは白っぽい、うん、デスブログも更新が途絶えるが嘘だった場合、うんうん、今もなんか元気に毎日更新しているとか、はいはい、しょうもなって思うから、そんだけの違いしかなかったら、うん、もっと大胆に変化加えてきてそうな気がするんだよな。これちょっとうわー、うん、なんか白な気もするけど、うん、ちょっと働いたら負けの2011年ニコ生に出演の働いたら負けにしようかな、はい、もう実は今もうめっちゃ働いてるみたいな、あ、そうあってほしいもん。希望を込めて、ここでこれだけしか取材力ないなんて思いたくないもん、はいはい、ちょっと待ってよ、俺に対するなんか牽制してきてるな。で実はこの人は今こんなことなってますまで、はい、ちゃんと調べてきてそうな気がする、あっていう希望を込めて、はい、働いたら負け少年を処刑します。少年ですが当時でも24歳だったじゃあ働いたら負けに気を処刑します。はい、俺は先輩の取材力を信じてる。処刑しました。はい。夜を更かしますか。夜を更かします。夜を更かさないって手あんの。永遠にこう飛行機に乗りながらこう日付変更線またがずにこう地球ぐるぐる回るっていう手もあるけど。更かします。更かしますね。はい。ではおやすみなさーい。おやすみなさーい。夜が更けていきました。はい。寝ようとしましたが。はい。七子の家の外で。はい。女性の声で。うん。布団を叩きながら引っ越せという大声が一晩中鳴り響きました。あれネットミームなんかな、なんだろうなあれ。あれはワイドショーミーム、あれワイドショーミームだよな。あれぐらいからだよね、もうあのミームがネットのものになったもん。いやそうかもしれない。あの人今どうなってんだよ。あの人今どうなってんだ。あの人気になりますね。調べてきてくれ。朝になりました。はい、おはようございます。おはようございます。朝になると、はい、無残にお尻を洗濯物叩きで引っ叩かれた。え、私はどこでもいいですね。昨日無残な遺体が見つかりました。いやーまあそらそうよね、情報がね、はい、関口あゆみさんというね、はいはいはい、本当に VR アーティストとしても世界で活躍してる方ですね、うんうん、なんで狼じゃなくて引っ越しおばさんが襲ってんの、うん、確かに関係ない。関係ない処刑人が。そうか、人狼ってそうか、狼がやってるの。人狼が襲撃に行くから。ああ、そっか。この中にいるんじゃないの。あ、この中にいるはずなんで。この中にいるはずなのに、関係ない引っ越しおばさんが襲撃しに来るっていう。いや、もしかしたら横のつながりあったかもしれない。ミーム同士で連絡取り合って、同窓会かなんかで連絡取り合って。この村から引っ越しさせられることになると。はい、そうですね。私は特にどこでもいいですね気は引っ越しさせられたと、はい、いうことにしましょう。はい、で働いたら負けに気はどうだったの。あ、気になってます。うん、教えてくださいよ霊媒結果を。働いたら負けに気は、はい、狼ではありません。ただの俺の取材力がなかっただけです。まあそんな気もした。まあ取材力はなかったじゃないか、ごめん間違えた。あるんだけど俺があえて取材しなかったって。ああ、まあ働いててほしいっていう俺の強い願いは届かずか。あくまで働いてないのかもしんないんだね今も。もう働いてないかもしれないよね。なんかニコ生やった後にちょくちょくなんか配信とかやってたらしいのよ。あ、そうなんだ。ただそれも長続きせずに終わってるから。ああ、働いてなさそうだな。わかんない。でも逆に働いたからそれやる暇がなくなった可能性もあるからね。確かにね。うん。ちょっと負けに気いたら連絡くださいと。待ってます。コメント欄にお返事ください。はい、さあじゃあちゃんと狼探しに行くか。はい。野々村議員ちょっとね、うん、ネットラジオ
なんか情報がかなり詳細だから、はいはいはい、何もないところからここまで思いつかないと思うんだよな。チャリで来たも同じ理由で、はいはい、結構情報がしっかりしてるんだよね。うん、で、モノウルってレベルじゃねえぞおじさんが2015年出演で PS3 を持参したって、これ情報、うん、取材力が少ないっていうのは、うん、働いたら負けと似てるんだよね。だからチャリ、モノウル、うん、野々村議員あたりは、うん、かなり白い。逆に富山浩一さんとか、うん、笹焼狼が、うん、今を終えそうなのに情報がすごい少ないんだよね。はいはい、これはね、ささやき狼だ。ささやき狼を、ささやき狼は引っ越しおばさんとつながってる。ああ、じゃあささやき狼のせいで昨晩引っ越しおばさんが、ささやき狼が引っ越しおばさんをけしかけてる。うわー、あそこで行ってきなさい、ささやいて襲撃しなさい、ささやいて、なんか洗脳みたいになってる。引っ越しさせなさい、引っ越しさせなさい。ささやきおかみをじゃあ釣りますか。これささやきおかみ今小料理屋じゃないでしょ、大阪の。なるほど、ケバブ読み。その読みでいいのか。ささやきおかみを釣りますと。はい、夜を迎えましょう。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。夜になりました。はい、お、引っ越しおばさんの声が聞こえなくなりましたね。今日はなんか気持ちよく寝られそう。代わりになんか、ん、もうこの国には頼れねえな、自己防衛しかないよねっておじさんがうろうろ家の周りを徘徊してんの。徘徊してますね。しん、奈々子さんの家が偶然あの新橋駅前にあるから、自己防衛おじさんが徘徊しちゃってますね。別にあの人が別に徘徊してもそんな気にならないよ。別に朝になりました。はい、朝になるとかっけえんだよ、自己防衛抜き。なんか結構テレビとかにも出てるんだよね。あの人は今のそれこそ置いてくださいよ。いや、あの人ちょっと有名すぎるから。2011年とかのやつじゃなくてさ、真っ白じゃないあの人は。だからちょっと奈々子さんも知ってるかなと思って。朝になるとドメインガールがすでに表示されなくなっていました。まあよかった、俺この人はもう情報ゼロだから、オオカミだろうがなんだろうがもう、はいはい、何にも分かんないから。まあまああのドメインガールはでも本当に今こうなってことなんだね。あ、よかった、はい、もうじゃあ幸せにカンザスシティで暮らしていただいて、はい、まあ幸せかどうかは本人次第だけど、ね、なん料理人と結婚して今も結婚生活続いてるかもしれないけど、幸せかどうかは分かんないけど、分かった。じゃあ占いしますか。はい、ちなみに自己防衛日記はあの人占い師なんで、ちょっと占ってもらいましょうね。それまあ、OK、はい、お、いや、本来、前日のが狼だったかどうかを調べるのは霊媒師の仕事で、占い師は別にいるんだ。生きてる人が狼かどうかを調べるっていうのが人狼のお約束なんだけど、そんなこと普通の人狼やったことに先輩は分かんないと思うから、何でもいいです。いい加減ちゃんとした人狼教えてくんない。俺なんか人狼ってものがすごいふわふわした状態で人狼を何度も何度もやらされてるっていう。占い師は別にいるんだ。いや、でも大丈夫です。なるほど。先輩は思うようにやってください。じゃあ俺なりの占い師にね、はい、ささやき狼が狼だったかどうか、はい、占ってみましょう。ささやき狼、降りなさい。私は狼だったと言いなさい。おらー、狼でございました。おれー、やった、持った。どこが狼だと思った。いやだからさ、そのささやき狼の情報は、もっと拾ってこれるんだと思うんだけど、なんかちょっとそれとなさすぎ、なんかベールに包みすぎ、逆に怪しい。なるほどなるほど。ただまあ今どうなってるかはちょっと分かんないけど、まあだから千葉吉兆廃業したんじゃなくて、もう一回なんか新千葉吉兆みたいな、千葉吉兆匠みたいな、はいはい、新しい千葉吉兆匠大塚みたいな、なんかあれ別に内紛があったわけじゃないか、ニュー千葉吉兆のブランド構築に勤しんでんじゃない、なるほどね。なんかね、半分合ってて半分惜しいというか、ベールには包まれてるのよ実は。ささやき狼、じゃあ本当に今どうなったかということなんですけれども、千葉吉兆は一旦廃業しました。これ真実です。あの騒動があったと、今ですね、もうあの騒動の後もうお店とかやらずに、もうあの当時でも79歳とか以降だったかな、もう高齢だったので、普通に大阪で引退して年金生活を送ってると。で息子さん兄弟がいたんだけど、はいはいはい、会見にいたのは兄貴、はいはいはい、でその弟が、まあ、廃業後、もう何にもなんていうのかな、もう全部店畳まないといけない、負債が8億だと。え、
で貯金がもう100万円しかない、うん、やばいどうしようってなったら、うん、その当時 の、 まああの飲食系のつながりで、うん、もしやることないなら、うん、うちでちょっと手伝ってみないみたいな救いの手を差し伸べられて、うん、そこから今大阪で4店舗ぐらい、うん、その千葉吉兆匠じゃないけど、うん、飲食業界で新たにまた再び立ち上がっているという弟さんが今大阪で小料理屋を経営していると。熱っ。なんかちょっといい話。熱っ。でしかもあのね、一回千葉吉兆亡くなったじゃん、うん、その亡くなった人たちが今徐々にその割烹っていうのかな、料理店に集まり始めてんの、うん、これ昔千葉吉兆で使ってた器なんですけどとかっつって、それを持ってまた一緒に働きましょうっつって仲間が戻ってきてくれて。熱っ。これいい話だよね。熱っ。でたまにそのお店に女将はまあ年金生活しながら顔を出したりして、あのお客さんとして熱っ。なんか鎌倉幕府が滅亡した後に、おうおう、あの北条時行の周りにいろんな北条派の人たちが集まってきたみたいな、はい、うん、逃げ上手の吉兆じゃん。逃げ上手 の、 あの年寄り気味というか、まあ、あの弟さんだから、まあ、逃げ上手のおじ気味逃げ上手のおじ気味、めっちゃかっこいいじゃん。逃げてやっぱで、お兄さんはお兄さんでまた飲食とは別の企業っていうのかな、うんうん、あのことをまたあの繰り出し始めてるらしいですよ。吉兆の火は消えてねえな。吉兆の火は消えてないんです。吉兆の灯しみはまたいずれささやかせてもらうんじゃないですか。いや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 、ささやく人はもうないのよ。なんか仲間たちがまたささやいてくださいっつってこうマイク持ってきてるかもしれないよ。いや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 、もうささやかれなくなって独り立ちしたってことなのよ。なのかな。あー、これ気持ちいい。はい、残る狼は一人となりましたよ、ね、はい、5つの中から選んでください。ってなると、はい、これは富山光一さんだな。これもやっぱささやきおかみと似てるんだけど、うん、今の情報結構仕入れやすそうだと思う、富山さん自身がね。だけどなんか政治活動を継続しているっていうなんかこう当たり障りのない来歴になってるじゃないですか。はいはいはい。なんかね、政治活動を続けてるんだったらそれはそれでもうちょっと情報が来そうな気がするし、うーん、 NHK ぶっ壊す党に入ったとか、あー、へえみたいな、なんかもうちょっと情報ありそうな気がするし、うん、そうじゃないんでしょ。うん、富山さんもなんかわかんないけど、うん、YouTuber になったとか TikToker になったとか、あ、なんか変わったことをやってまた世の中を騒がしてるんじゃない、うん、じゃあ富山さんを、はい、狼認定して、まあ、処刑といいますか、はい、引っ越させると。はい、ね、夜になりました。はい、おやすみなさい。パチンパチンんパチン、七子がベッドに入って、うん、夜が更けると、うん、七子の家の外で、うん、激しくレスリングをする男性2人が大きな音を立てていました。パンツレスリング。そしてそのまま朝を迎えました。いやいやいや、無理無理。いやいやいや、どういう状況。七子んちの前で一晩中パンツレスリングが繰り広げられてたっていう状況。寝れん寝れん寝れんか、もしくはあのパンツレスリングが繰り広げられてる部屋で七子が寝てた。いやいや、寝れん寝れん寝れん。ちょうどベッドもあったしみたいな。なんでこのネットミーム村。すると朝になると、なんと、はい、無残にも、うん、パンツ一丁で疲れ果てているチャリで北ニキの姿が発見されました。なんでチャリで似たに北ニキがパンツレスリングやってんの。確かになんでやってんの。なんでやってんの。ってことは富山光一ではない。ないです。富山光一さん政治活動現在も継続しております。あ、そうなんだ。これいや確かになんか当たり障りのないこと書いてるとか、うん、ちょっと取材が薄いとかあったじゃん、うん、あのその通りなんです。これでもちゃんと理由があるんです。はい、この政治活動を継続、都知事選に関する取材などにも答えているっていうのは、はい、その通りなんですけれども、はい、それ以外の情報を書くと、はい、結構過激でチャンネル的に大丈夫かなっていう感じなんで、僕がちょっと忖度して出しました。そういうことか。はい、このベールはそれが理由か。はい、ポリティカルベールでした。一応配慮してくれたんだ先輩。一応配慮してます。まあ別にそんなあの法に触れるようなこととか、うん、悪いことはしてないんだけど、まあ、結構思想があれなん、あの偏ってらっしゃる。はい、大丈夫です。わかりました。大丈夫です。ありがとう。これな、残る村人は3名でございます。いや急にむずいな。物売る、うん、野々村、デスブログ、うん、これでやっぱ、うん、嘘の時って結構ちゃんと嘘をついてんのかな先輩。ああ嘘の時はそうだね、なんかその PS3 が4だったみたいな、うん、細かい嘘ではない。うんうん、うん、野々村かデスだな。
デスブログの更新が途絶えるが嘘なのか、うん、野村議員のこれが大いに嘘なのか、うん、うわむずやるかの野村議員が今恋愛テクニックやアニメについての熱かったネットラジオ。それに関してまあ考えたところで野々村議員のこと分かんないよね。やるかどうか。そうだよな。あの人の人柄もあの会見だけ見てても分かんないし。だってあんなベロベロ泣いてた人がさ、うん、恋愛テクニックについて語ってくるって結構、まあ、説得力がないな。そうだけどな。うわ、でもデスブログが更新途絶えたが嘘で、うん、アメバブログじゃなくてなんか別のサイトでなんかまた新たなデスブログを始めたとかは全然ありそうだけどな、うん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 、いやこれ野々村議員、野々村議員を、野々村議員、野々村議員が狼だったら悔しすぎる。野々村議員を処刑します、うん、さあこの時点で、はい、村人と狼の数が一緒になってしまったので、狼の勝利でございます。ということで、あの野々村議員ふわっちで恋愛テクニック配信してます。何やってんのよ。アニソン配信とかしてます。何やってんのよ。コナンについて語ってます。何なんだこいつ。いやー残念でしたね。何なんだよ。何なんだよ。本当なんだかしょうがないじゃない。何でやってんのよ。ちなみにどっちがじゃあ狼だと思います。残った。じゃあデスブログ途絶えたっていうのが嘘でまだ続いてるのか、うん、あるいは別のところで始めてんじゃない、デスブログ。残念、全然。デスブログも白？白です。じゃあモノウルが嘘なの？モノウルが嘘です。モノウルってはこの2015年にテレビ番組に出演、はい、当時購入した PS3 を持参した、はい、もうこれ丸々嘘です。てかモノウルっての人はモノウルってのあのニュース番組の映像以降、うん、全く情報ないんです。本当にあの人今何してるか分かんない。マジで分かんない。怖ー。全く本当に情報がない。あの2チャンネルとかネット掲示板の噂も全く出てこない。こんなパターンあるんだ。 S ブログはこれ本当に2022年に更新が途絶えたんだけど、こっちも物々しいな、うん、まあでもあのインスタで、情報更新をしてモデルさんでね。ああじゃあまあ一応なんかその働いたら負け少年と似た構図ではあったのか。あ働いたら負け少年もこれ全部嘘で全く連絡つかなかったもありえたもんね、はいはい、まあそうだね確かに、うん、うわー。あえてでも2011年の情報があったからまあそれを書いた。なんかねそれのせいで逆にモノウルが隠れちゃったわ、うん、あーいいとこ気づいたね。全部計算です。ぶっ倒してます。全部計算です。うわーなるほどね。はい、いやちょっと、はい、いや面白かったな。あーよかったっす。なネットミームあの人は今人狼。あーもうちょっと今知れたらよかったんじゃないこの企画。まあ7個チャンネルが20万いったら俺ももう一回取材し直してパート2やってくるよ。なんか本人からの音声もらったりとかさ。あやりすぎだってそれは。そこぐらいまで言ってくれる、ね、それ7個チャンネルにしてやりすぎじゃないそれ。って思ったけどね。まあでもまあまあありがとうございます。面白かった。ああよかったっす。いい人狼だったよ。はい、もう僕も大体人狼のこと分かってきたんで、うん、もう次回もっとより人狼に磨きをかけてね。その調子で、はい、頼むよ。終わりました。はい、というわけで今回はネットミームあの人は今人狼でございました。ありがとうございました。次のネットミームになるのは君だ。ネットミームってそういう感じだっけ。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。